先生さん寂しくなりましたか寂しいですよね確かにねそしてその寂しさを埋めるためにまた新しい出会いがあるのかなと、まあ、人生出会って別れて手に入れて失って、まあ、その繰り返しが呼吸のように続いてきて最後はこの命を失っていくんではないかなと思いますよね、うん、そうですか まあ、お話でロールプレイングゲームに例えてなんですけども昔ねザナドっていうゲームがありまして日本ファルコム私がそれね高校の頃一生懸命やってたんですけどもまさにね最初の装備を決める時に裏コマンドでフル装備っていうのがあるんですよそれでも楽しかったですねっていうのがレベルを上げるためにスライムを延々と倒すのもそれも一つの楽しみ方だし 最初から最強モードで、ほぼ死ぬことがない。ほぼ無敵という状態で、ゴールまで最短距離で行くのも、それはそれでロールプレイングゲームのドラマがあるんですよね。どんな敵とどのタイミングで出会えていくのかとかね。昔あのアドベンチャーゲームに攻略本ってあったんですけども、中にはね、攻略本がないと絶対に解けないようなあ、ポートペアなんとかストーリーってのもあったんですけども、テラ4センチとかね。それでもね、攻略本を見ながら、 そのドラマを見ていくのは楽しかったなという思い出があります。もちろんね、やるかやられるか、ハラハラドキドキみたいなところも楽しいんですけども、でも、北斗の剣みたいにね、絶対に最後はケンシロウが勝つって分かっていても、でも、面白いんですよね、なんかね。<laughs> いやー、でも人生は、そううまくいかないと。最初から億万長者の息子に生まれていたら、何の苦労もなく楽しみだけで生きていけるのに。 それはすごくいいことだとだ思いますあのある時こう言われたんですよ。失敗は成功のもとは嘘だと。なぜなら失敗を繰り返すともう挑戦するのが怖くなるから。でも成功しかなかったらやればうまくいくんだからやる気がどんどん出てくると。まあある意味ね逆転の発想で行けっていうことだと思うんですよその教えっていうのは。当然ですけども失敗がない人生ってのはなかなか考えられないんで。 失敗の中からどう学んでいくか、成功は失敗から生まれるんだよっていうのはすごく励まされますからね。ですんで、変なトンチを牢せずとも、それは失敗の中から経験として掴んでいくものがあっていいんじゃないのっていう発想は、至極まっとうだと思うんですよ。でもやっぱね、やること、なつことをうまくいった方がいいんじゃないかなと。成立かけたら、はい、1000万、2000万売れましたとかね。商品作ったら、必ずその商品にはニーズがありますとかね。 ビジネスをしていて、ああ、これ大丈夫かな売れないかもしれないなと思えば、プロモーションにもっともっと力を入れるんでしょうけども、でもね、やれば、必ずうまくいくって分かっていれば、どんなにやりやすいかってことですよ。でもね、吉田さん、でもでもばっかりですけども、やればうまくいくのに、それでもやらない人ってやっぱりいるんですよね。みんなの銀行見てみましょうか。 顔認証がいりますからねはい1500円入ってましたありがとうございますやれば動画を作れば必ずと言っているほど一件は申し込みがあるんですよねこれを力説していても職場の仲間にこれやらせてもいいのに私は職場の仲間がいないんでこのネットというね 確実性のより高いものに頼らざるを得ないんですけども出勤して同僚がいるならこれ確実性むちゃくちゃ高まりますよね目の前でやらせるんだもんどうなんですかねいってらっしゃい